足でででボールを扱う時点でもう偶然性が非常に高いですしただその偶然性をマネジメントするんだっていう作業がほぼ私のゲームにおいてのおける準備としてのやるべきことなのかなっていつも思っているぐらい偶然マネジメントするんだ常に何が起きてもこれはもう常に想定内のことだなってやっていくのが自分のやっていることかなと思ってます。あとまずスポーツ捉え方っていう意味で言うと本当に人間性が出るスポーツだなと思ってます。 なんかすごい危機的な局面に本当にしんどい時に逃げ出してしまう選手なのかファイティングポーズを取る人なのかっていうのはもう皆さんサッカーをやられてた方が多いと思うので本当に人間性が出るもちろんサッカーっていうスポーツだけじゃないと思うんですけどこいつは本当に苦しい時に向かってくるのか引くのかっていう人間性のところってすごく見るなと思います。私自身がどちらかかとというと引いいううう引ててしまう僕も向かっていくっていうよりも じゃあ他の人に任せて自分はこう引いてしまうようなタイプの人間だったので改めて指導者っていう立場になったときに引いたことによる自分の後悔もありますし今いる目の前にいる選手らにそこに向かっていってほしいなっていう気持ちがあるので本当にどうな,どうなんだこの選手はっていうところはいつも見るような,なんか癖がありますサッカーのも,もちろん指導の現場にいるんですけど大学の学部生の時と大学院の修士は。 体育心理学の方に専攻してましててまあ、そこ中尾先生っていうどちらかというと臨床系のカウンセリングうん深層心理ってそこまで深くは勉強できてないんですけど人ってどうやって成長するのとか自分の表現しているものと本当の心の奥底にあるものってずれてんじゃないのとかその身体の不調ってただお腹が痛いだけじゃなくてすごく心の奥底にある問題が表出したもんじゃないのとかそういうようなこう 勉強したこともあってそういうのから人って見えてるものとか起きてることだけじゃなくてその裏側に何かいろんなものが渦巻いてるんじゃないかなっていうのを見る癖というかそういうのもあってすごくそういうところを見るようにしてます。